みんなどこへ？カレシュよ。最後の攻撃に備えて、山場ね、勝つか負けるか。サバルをどうにかしないと。ゴールデンパスを分裂させて味方につけてる。それって俺に殺してほしいの？ここではっきり言っておくわ、エイジ。サバルを逃がしてはダメよ。それにこうして私たちが組んでるなんて、あいつが許すはずない。生かしてはおけないわ、エイジ。気をつけて。みんな頼りにしてるから。私も。目に浮かぶようだよ。歯が何のようだ。おやおや、どうしてるかと思って連絡しただけなのに、お友達の間でちょっと揉め事があるらしいな。板挟みで大変だろう。どちらか選択する立場もつらい。私にも経験がある。それで思い出したが、私の選択に君は感謝すべきだぞ。例えばユマのことだ。もともと彼女を君らに差し出すつもりでテレビにまで出た。テレビは大嫌いなのに、ラジオの方が性に合っている。それで君は、そう、君は見事に餌に飛びついてくれたな。かわいそうなユマ、惜しいことをした。ユマではなく君を選んだことは苦渋の選択だったが、正しい判断だった。だろ？分かってる。忙しいんだろ。またどこかで何か吹っ飛ばす仕事か。これ以上邪魔しないが、覚えておくといい。どんな選択にも結果が伴う。あいつの命令か、自分の意思か、どういうつもりだ。父さんが築き上げたものに唾を吐くなんてご立派だね。お前のおかげで価値のあったもの全てが台無しだ。何が悲しいかって、お前が全てを渡したことだ、アミータに。あいつがキラトを救う？どうやって？見渡す限りの麻薬畑か？工場都市を作ってみんなを監禁して働かせて飢えさせるのか？全国民をアミータの奴隷にするつもりなのか？お前の母さんはそんな国に帰ってきたかったのか？さあどうするんだ、兄弟。サバルを始末した。信じられないわ。ごめんなさい。でも仕方なかった。大変な仕事を任せてしまったわね。この件についてはまた後で。今は国を救うことを考えましょう。